こんばんは。あれ、こんにちは。こんばんは。え、何時からこんばんは。どうも。黒島です。重山さんギフトありがとうございます。長、こわ、め。 近いから、余計に前髪なぁ今日流しにしようと思ってんで最初ここ触角出ててんでここ触角出ててポニローポニーでシュシュなしでで流しにしようと思ってんこうこうダメでしたねうん5時くらいからこんまんは ちゃんさんギフトありがとうございます。ありがとうございます。うん、日の暮れ具合でむず。ニョロニョロさんギフトありがとうございます。マイク・トラウトさんもギフトありがとうございます。待ちかね福来たるさんもギフトありがとうございます。たけしさんもギフトありがとうございます。 あー今なら暗くなる6時くらいなるほどね季節によるのかなるほどちょっと話がめちゃめちゃ変わるんですけど黒島はお出かけがしたいということで大阪の、ね、なんかいいとこないですか <laughs> できれば人のあんまり多くないとこ <laughs> <laughs> めさんギフトありがとうございますひろしさんもギフトありがとうございますちょっとマラソン始めるためのね 顔でかマラソン始めるためのね靴をねあさってぐらいに買いに行きたいなぁと思ってあさってかしあさってかお父さんが仕事じゃない時にえここなんかこうやった,ったやったあれちゃん凪沙さいこうちゃんじゃんとか言って私は知ってんだけど <laughs> ショートコントお出かけそう <laughs> あるねん アンジュさんは可愛いマジかやとうーんみたいアンさんギフトありがとうございますこんにちはどこ行きたい日光に当たりたい <laughs> マラソンちょっと始めいなと思ってで靴を買いに行ってその靴で体育大会出たいなと思ってねンジュさんどんな靴いてたっけ 携帯のさ暗証番号書いてんけどさタブレットって変わるその場合変わってなかったです <laughs> 変わってなかったです前髪そろえたように見えるほんまに寝てた <laughs> 1時間前に起きたけど頭末ごとですねそう伸びたね前髪牽制 少子さんギフトありがとうございます絶 <laughs> 対違うワンターメンさんギフトありがとうございますもうさ曲曲はあったけどさ感じ全然わからなくてさ <laughs> やばいもうやばいこれペンギンに笑われると思って <laughs> 高井出さんギフトありがとうございますあ今日テストやったんですよやばい <laughs> しかもさあの健康保険とかあの平気物語とかわかったんですよ。 で漢文みたたいなやつも分かったんですよでまあ自立みたいなやつはあんま分からんかったけどなんかとりあえず頑張ってたやつは覚えてたんですよでもね感じがね絶望的 <laughs> おもろいあ <laughs> かわいいお気軽にお聞きくださいとお気軽にお聞きえお,気軽にお お気軽にお聞きくださいよ。お気軽にお聞きください。え、お気楽に <laughs> <お> <laughs> かわいい。かわいい。なる兄さんに二人と出ます。かわいい。ボギーさんに二人と出ます。マチカンネフクキタルさんもに二人と出ます。よちかわいいな。そら聞くのは気楽やって。かわいい。 かわいい <laughs> もうほんまにかわいいなこっちでかわいいマイク・トラとトさんに2人ありがとうございますぽちゃんどこいどっか行ってんけどもうこっちでかわいいで何調べようと思ってんのっけ何調べようと思ったっけなんか触覚ないのありかもなここ出しててんけどなんか、ね、こっちこっち下にして寝てたら寝癖ついてもうてやめた 平気物語アニメの平気物語うんマラソン練習に自転車で <laughs> おもろ自転車かえ見た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 大阪マラソンやろ見たよ見た見た配信だアンジュさんかわいかったアンジュさんかわいかったもかわいかったよやばかったよもうかわいかったよお <laughs> もろ苦しみは優しからずおらんのかい おもろ。洋次郎さんギフトありがとうございます。なべちゃんさんもギフトありがとうございます。あんじゅさんのく。あ、そうや。そうや。それ。天才。なんで覚えてんの。怖 <laughs> <こわ>。<laughs> もう検索のとこでマラソンで出てくるもうかわいいかわいい <laughs> かわいいまっつぎゃんぎゃんやった何もしないであの松パいってるふうくろのファンレベルおおおめでとうございますテスト勉強しなくては終わったんです今日やっと終わったんですメイさんに2人でますええっさくらちゃんいいな いいな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 シンシンさんのやつあったら交換したのになかったや弥いちゃん何引いたやろや弥いちゃんがもしシンシンさん引いてたら私はや弥いちゃんにはるかさんあげてでや弥いちゃんが作パンにシンシンさんあげてシンシンさんちゃんは松パンから黒島さんあげたらみんな幸せやのに。 いいな、いいな、いいな、い,いな、てるさとさんぎふたりありがとうございます。いいな、いいな、まじかね、ふきたるさんぎふたり。す <laughs> すごい三角関係。わんじゅさんかわいい。あいじゅさんかわいい。靴映ってないな。靴でかわいい。あ、映ってる。なんか黒いの履いてる。靴はシンプルなんですね。靴はシンプルなんですね。しょうこさんぎふたりありがとうございます。 誰か誰かシンシンさん持ってないかな。かわいい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 。 可愛い,いよ。いユンギョウさんぎ二人ありがとうございます。提供くらしマキオマナベおもろママツパンおもろいマツサクと混ざったやばいよな四時間半やるよな触覚内のありです <laughs> ありがとうございます。わ昔のアンジュさん出てきた昔のアンジュさんも可愛いよなえ待ってくらしマ出てきてんけど来ます 黒島出てきてんけどしかも若菜さんと撮ってるやつの黒島の方の画面やからめっちゃ下から撮られてるなんか顔似てんな待ってこんなあ若菜さんの画面垂れてんのかわ可愛いいな <laughs> ガチでいいちいいあ可愛いいなアンジュさん可愛い,いなアンジュさん可愛い,いな 靴買いに行くからさアンジュさんさんんみたいなんがいいねんなながねの靴の写真が出てこないそはそうやろアンジュさんの靴の写真なんか撮るわけないわ怖い通あ、買ってないねなんかあのみんなもらえるねんけど1個ずつちょうど手元にちょうどお手元に用意したものがこちらになるんですけれども、はい、こんな感じですねあの4枚セットで頂い,いてあ画面が見える画面が見える画面が反射 しんしんさんかわいいそうそうそう各タイプ1枚ずつんさんギフトありがとうございますう洋 <laughs> 次郎さんもギフトありがとうございます開封の儀終わってん開封の儀あ <laughs> まあ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 終わってしまったんです配信でやろうか迷ったけどあそう勝ったんじゃないねんあの全員にな 全文分いただいた開封済みですこっでかわいい黒島引いたら劇場に届ける黒島アンジュさんアンジュさんがいい黒島よりアンジュさんがいい黒島よりアンジュさんがいいそう劇場版もう一枚アンジュさん引けませんでしたわあ。でもなんかグッズってあかんくなかったっけ なんかアンジュさんの写真あげようと思ったけど引っかかり引っかかって無理でしたみたいなやつ見たごめんよーとかしたかわいいかわいい口元がかわいいなかわいいなかちでかわいいな口でかわいいな,いいなスマタンさんに2人ありがとうございますちょっと聞いてトンビさんに2人ありがとうございますあのさ あのさ、あれやねん。あれやねん。せいくんさんギフトありがとうございます。とみいどさんもギフトありがとうございます。あの大話会の告知すんの忘れてた。かわいい口元が可愛い,いよな。なんか口角上がってるよな。表情筋。すごいよね。口,でかわいい口元が可愛い,いよね。もうほんまに可愛い,いよね。 やろうあかんよなそうやねん、高でさんギフって入れて出ます黒島って書いて私渡のとこにおもろい劇場版きはなくて困ってる人いっぱいなので黒島に届きますやった一回一回一回言ってくれても全然全然受け付けているんで <laughs> 誰のでも全然受け付けてますのでそう無理やったかもしれんけど 黒黒か、やっぱり黒か靴マアジさん黒なんやな <laughs> もっとなんか奇抜な紫と書いてるイメージだったからおもろいそっか密着見たらいいんか確かに黒やったわかわいい。 かわいいかわいいかわいい終わり終わりよもう終わりよあ <laughs> 黒島ちゃん顔面白いおしますやったー <laughs> アンジュさんかわいいって言ってただけだけど <laughs> 面白かったありがとう昴田さんギフトありがとうございますへえー、収束っていう子供もやのことおもろ えー、いいやん。かわいい。ピンクじゃなかったっけ靴。劇場のやつだけかな。じゃあ本館か。心理路線。ああ、白ちゃん。白じゃない。ああ、かわいいって言った回数数えてなかったな。大阪マラソンの給水場に。あれさ、普通に行っていいんかななんか、あかん、あかんくないいいんかな <laughs> 私は一緒に走れませんがって言ってマラソンシューズ渡すあのな今日さ英語のテストあってんけどさなんか友達にプレゼントを渡しましょうみたいな英語で書きましょうのとこになんかな若いよなやっぱわかいよななんかな「俺はずさんギ2人ありがございます」あの「誰に何をプレゼントするかを明確に記しましょう」みたいな感じだったからアンジュさんに「マラソンシューズ渡す」って書いたの。んであの <laughs> 英語分からんから難しい単語分からんからえー、っと <laughs> そうでななんかあのバレへんかったらアンジュさん受け取ってくれんくない <laughs> もうあかんあかんわあのアンジュさん、えー、私の友達は学びアンジュさんです、えー、アンジュさんのアンジュさんに新しい靴を渡しますきっと喜んでくれるでしょうみたいな <laughs> あの内容にして <laughs> ああじゃああの マナベえー、私の友達はアンジュさんですえアンジュさんにマラソン手術をプレゼントしますえー、彼女は <laughs> 彼女はマラソンの練習を頑張っています彼女はきっと喜んでくれるでしょうってそう書いたねん小地さんギフトありがとうございますうんうんうんちゃんとテストで書くっていう

履き <laughs> 慣れた靴がいいねって言いそう回 <laughs> っていかないですよしかもサイズ知ってたら怖いやん <laughs> もうほんまに怖い人やんそれはうんちゃんもうほんまにさもうほんまにさいいよなーでも別にいいよ中学生楽しかったもんめっちゃ楽しかったよ8期8期4人で楽しかったよめっちゃめっちゃ楽しかったよお土産買って帰りたかったけどちょっとなくてなかったけどペンギンにしないと。

伝説管のとこおもろかったバリ叫ぶっていうね <laughs> めっちゃ叫ぶっていう恥ずかしい忘れてくださいオレオズさんに2人食べますあ新鮮なお魚を確かに <laughs> 彼は彼はお腹が空いているでしょう <laughs> きっと喜んでくれるはずです もうもういい,いいないいないいなでもあんな走り回られへんかったらアンジュさんやったらしかもアンジュさんやったら多分喋らへんねんもう喋らへんくなんねん現地参加も大丈夫よ大丈夫やけど参加できないのに <laughs> ギリさなんかちょっとちょっと通行のとこに黒島ちょっと映ってるみたいなめっちゃおもろいねんな「<laughs> 黒島」あと名ほどつけて。 <laughs> ってやって履いてたらおもろいう <laughs> ち黒島はどっか遊びに行きたいねなんかいいとこないちょっとなんか日光浴びたい日光浴びたいけど日焼けはしたくないで、えー、マラソン始めようかと思ったけどまだ靴とか服とかが揃っていないのでまだやってないだからなんかいいところ教えてくださいっていう話です 調べてんけどななんかなーって感じやねんなひかりちゃん誘いたあひかりちゃんの LINE 返してないわ <laughs> 返してなかったどこでもなんでももう室内でも屋外でもなんでもいいよなんでもなんか興味が湧いたらって感じ連絡返してなかったひかりちゃんピカピカ,ピカ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 おった ちゃんさんに二人ありがとうございます。神戸の新しい水族館行った、なにそれ。なにそれ。ええー、ちょっと気になるかも。神戸。神戸。競馬場。おもろ。あり、一周回ってありやな。買いに行くか。<laughs> なんてこと。で、神戸の。水族館。<coughs> うわ,かわいアンジュさんアンジさんが出てきた神戸の新しい水族館学校のやつと違うらなんかちょっと。 あとははではなくな <laughs> ったらあかんよいやいいよいいよあとはかうわ行くか迷ってんな行くか迷ってんななんかむなしいあとはいいな 行くわじゃあ,あとは <laughs> 羊のショーンパックええなにそれ羊のショーンパックかわいい羊のショーンパックかわいいななおてさんに2人ありがとうございますちょっと行ってみるわ甲子園と大阪ドームかあ天の地動物園しおりさんとて来たいな しおりさん優しいよなえでめっちゃかわいくないなんかさおじさんキャラい <laughs> ってるからさあれやけどさめっちゃかわいくないめっちゃスタイルよくないめっちゃ思ってってんけどさえっかわいそうなフードあんのかわいいえっ行きたい行きたいわ綺麗な行きたいなと思ってたの行きたいなと思ってたのえ四4月頃からなかったっけ たいなるよ、全然。あの、うん。いろんなとこでおるで。ゆめゆめさんに二人とございます。進化系女子やな。おもろ。進化系女子やなっていやん。なんかなかったっけ ?4 月頃から。え、よな普通にさ、しおりさんかわいいよな。めっちゃ思っててん。前から。え、かわいいよなめっちゃかわいいよな。 えしかもリハの時からめっちゃ歌ってて栞里さんすごいと思っててんめっちゃすごいよな若菜さんとのああ私のやつやったーなんかめっちゃ似てるって言われるやったーやったーやった <laughs> アンジュさんって若菜さん教えてなアンジュさん若にゃんがかわいい若にゃんがかわいいって言ってるから もしやねもしやで,しやで似てたらもし私があのバカ菜さんみたいに愛嬌と面白さがあれねつけれたらねつけれたらってことだよつけれたらってことだよつけれたらってことだよ和フ <laughs> さんに2人ありがとうございます <laughs> つけれたらってことだよ何 <laughs> 言うてんねん <laughs> アンジュさんかひかるちゃんと言ったら ひかりちゃんなんかな都合が合えへんねんななんかな私的には土日月が暇やねん暇ってことはないけどあ月曜日あれか月曜日公演や土日が空いてんねん明日は一応なん行く予定なんですけど分からん分からんけど練習に行きたいので行,行くつもりなんですけど知らないですでそっからは学校があるから かっこいいか行なあかんねでもひかりちゃんはそっからが暇なんよとかで土日はなんか遊ぶんかななんかでそう無理やってもうねっねっ若菜さん惜しいですよね「壁当てさんギフトありがとうございます」「鉄板さんもギフトありがとうございます」「若菜さん惜しいですよね若菜さんが可愛いいねん」って言ってずっと言ってたからな。 可愛い今の中学生で何して遊ぶの何やろなえ普通に京都行きたい京都京都好きやね私だ <laughs> から京都でもなんか風流やなって言われる黒島はアンジュさんは緊張するから無理しかも忙しいやろあそう三オ上田和樹さんギフト入れてますあ <laughs> 若菜さんのふりして。 なるほどね髪の毛もうちょっと切って伸びてきたからな私同じくらい可愛いやった <laughs> まあそうやな2人推しやもんなやった若菜さんのアイコンにして若菜さんのアイコンにして若菜さんのアイコンにしてあでも「すみの若菜ちゃんと黒島さくらちゃん応援してます」やって可愛い可愛い やった。キヨと似合いそう。やった。え、しおりさんめっちゃかわいいよな。前から思っててん。めっちゃ綺麗じやない <laughs> 急に。え、なに思っててんよ。なんかさ、おじさんキャラやからさ。そんなさ、見てなかったけどさ。ね。へった。ああ、ヘったーに暮らしまうもおるんか。なるほどね。 ああしおりさんのお話から申し込んでるうわ黒島だけじゃなかった顔面めっちゃ可愛いよねってなんか言い方しかもそれ以外ではどうなんとかに <laughs> ひどいなひどいはなかなかおもろいしな可愛い,いしおりさん上田和樹さんギフトありがとうございます 顔面ってひどいよな顔面ひどいよななかなかひどいあとし,しおりさんちゃうわあの,ーあのピカピカに返さんとあかんな <laughs> っしたやつが。 え、何かもうこれで変換されなくなっちゃったえ変顔 NG でゴリラ OK なえー おもろ <laughs> えー、田舎の娘って感じでさそうなんやかわいいなんか昔のさやつ見たけどさかわいいえー、UFO とか興味あったや独特独特ですね まあ。なんでだよ。なんでだよ。あ、引けた。よし。 もつ毛すごいやったー見せとこも、ま、つ毛くらいしか言われるところがないから <laughs> おもろお話しかい面白いねー配信 <laughs> 見てたっけちつみさんギフト取れてます近づかんでも見えるんややったお前揺れてる なんかさ学校の先生と喋ってる時にさここマスクで隠れてるやんこんな感じやん基本でさこう私座ってたからさこうやって見ててさこうやってうなずいてるつもりなんやけどうなずいてるのがちっちゃいんやろなでさあのまばたきこうやってするからさうなずくよりまばたきの方が一回の動き大きいっていうので笑われてた HKD さんギフトありがとうございます DM を見たい DM を見ながらご飯食べようかな メンチキンって思えたからでもなんか睨んでないけど睨んでるって言われた時あるよ最近ないけど最近笑うようにしてるねよ目,目から目からこんなんじゃないでこんなんじゃないけどこんなん作り笑いじゃないけど目から笑うようにしてるよマスクしてるから目つき悪いって言われてた言われてたし今もそんなによくはないと思うけどまつ毛が あ、そんなことないよーそんなことないよーそんなないえなんか今今フォローしたのって人が私のところに表示されてるんですけどなんか悲しいよなんか悲しいよなんか今今フォローしましたって許したかあ逆 U の字逆 U の字はりさちゃん今 U の字やった坂田んとまつげコンビ形成マジかおもろまつげコンビやばい <laughs> おもろ 次コンビ平日は学校あるからな殺してなくても毎日あーあーなるほどうわ,うわめっちゃ可愛いよねやってわわ うわうわうわ優しいねへへ優しいねほらこういう人もいるんですよね <laughs> ちゃんと褒められて浮かれてるっていうおもろいねぽこさんどこ行ったふんふんふんあサクサク媚ほんまや二人ともはなちゃんはサクが入ってるふんふん 朝ドラのアマちゃん見たことない調べるわアマちゃんっていう人題名 テレビー見るけどあんまり見てないあまちゃんって題名うん黒黒コンビをセットありますか黒黒コンビ誰か黒って感じあフー磨さんってことフー磨さんもしゃべったことないで d m も見るよ <laughs> ディフッ d m 見るめっちゃあまちゃん見たことないな朝ドラとか見たことないわ はさまだ写真撮ったことない <laughs> まだ写真撮ったことないで B2 一緒やったのに最初の方まだ撮ったことない、うん2013年のええ、ま、さきさんギフトありがとうございますうは おいおいおいその頃、うん慣れてなかったあんまり喋ったことない HKD さんギフトありがとうございます <noise> わあ DM の蛇口からオレンジジュースオレンジジュースないいな あーああるよあまちゃん見たよあの調べたよ調べたよ DM 女私はコピーロボットが欲しいですコピーロボット誰か開発してくださいでも細胞とか同じじゃないってことやろテセウスの船みたいになるけど同じじゃないってことやろまあ別にいいよ存在があればいいんだよコピーしたいよ倉島は あれなんかもう一回フォローされたフォローのやつよく分からねえな,いな表示されてるのが嘘の可能性ルームスの生誕祭の写真あゆユナさんユナさんです黒坂十二2 0 1 0何年とか生まれてるで古い古い無理無理キャノンブルさんギフトありがとうございますでも幼稚園とかじゃん小学校とか 覚えてないけど小学校か17年やったら17年でも朝ドラ見たことないで東京から見に行きますやった九日。ふふふありがとうございます上田和樹さんもギフトありがとうございますそう2009年生まれやでギリー10ではなかったああフォローし外して再フォローそういうことかな 朝ドラは学校の時間やから見たことないで休んでても見に見たりことないテレビーひねんなんああズームできんのやえ保存できんのおなるほどね保存できると勝手に思い込んでたいやそうみーひね 休んでてもうひ六6時に学校行ってたものあれはやばかったなでも楽しかったよあの頃はあの頃は楽しかったよ保存できるあよかったそれはよかったよかったいやルームスの方が一応そんなことないからやめとこう2005年生まれ震えてはるええー アンドロイドは保存でき、そうなんや。なるほどね。タイムテレビでいつでも会っちゃったてそこまでさすがにキモくない。そこまでじゃないよ。そこまでじゃ、あ、ババ抜き。そういえばやってないな。ババ抜きしよう。 え今から処理をしますのこのツイートってアンジュさん意識してないよ適当に打ってるよもうこれ以外に言うことがないんだよ毎日配信してたら配信します以外ないんだよ何もでもないんだよ前髪配信前髪まばたきで揺れるえっ、ー 写真にもメッセージされるそうなんや見てないわ見てみようかな見れんのかなそうなんや <laughs> そのあの伸ばし棒伸ばし棒はってさ前からそれないけどなんかさ普通のやつやったらさ 元気には見えるけどさ元気に見えるから元気に見せたいときに使ってたけどなんか柔らかく言いたい時は基本こっちにしてた2歳からおた <laughs> やばいやばいええー、私が2歳の時からすげえああ X のこと何やあれか ALT かあれな 私のアカウントじゃないから多分できんねんなぽよさんに頼むしかなくなるぽよさんがその技術を持ってたらできるって感じミンミンウェンさんミンウェンさんギフトありがとうございますさく <laughs> ちゃんが生まれた時ピカピカの1年生おもろ中学1年生なこれええー、マちゃんを見てちゃうああないないないアイドルを目指した方がいいですうーんそうなんや 無数の写真もお、えー、ごめんとつけるそうなんや LT のことかなんだなんだえっ、ー、載せるときに一言題名以外でってことなるほどやってみようかなやってみようかな,なか顔暗いな なんかこう顔おもろいな今日ちょっと下がって <laughs> ちょっとちょっと顔おもろかった今日あかんクラゲのぬぐるみ京都水族館ですかわいいやろクラゲちゃんクラゲちゃん <laughs> うーん かわい,い <laughs> 私の娘あなたもお口がかわいいね口角が上がっててとても素敵よふわふわだねー <laughs> かわいいリアルイベント行きますありがとうございますいやちっちゃいの買おうかとも思ったけどお父さんが「おきいの買いよう」って言ってあの家族で言ってんけど買ってくれました かわいいりっちゃんさんじゃないーいゼロ0 8さんギフトありがとうございますあの遠目で見たらさローマ人ってことしかわからなかったからさかわいいやろはあ、懐かしいね、えー、ーほいああかんかったかわいいやろー 米二郎、おいで、おいでおいで、<laughs> かわいいわに、かわいいわに、かわいいわに、せつけてやるはーはー、ペロペロされた、かわいい。 どうもこんにちは僕は <laughs> おねむなのおねむなのねおねむだねかわいいかわいいかわいすぎる京都水族館て目に目指な,なあー水とか頑張ってやろうな頑張ってやろ <laughs> アンジュさんが好きそうなの アンジュさんさ押す前から買ってたよこの服はちゃんとポコちゃん倒しいえぽポコちゃん倒しいならポコちゃんの名前ひらがななの分かるでしょポコちゃんってひらがななんだようわ黒島じゃなかったんだなみなごんさんに2人と言いますなんかなんか明るすぎる逆に明るすぎる すみさんギフトありがとうございます。ポコの配信でした。それでひらがなやでブロスさんギフトありがとうございます。ひらがなですよポコさん。ポコちゃんが一番世界で一番可愛い。アンジュさんはアンジュさんはアンジュさんはどうなの？<laughs> アンジュさんは置いといて八キはどうなの？八キなんて八キなんて世界で一番可愛いよ。 ねポコさん結局内面が綺麗な人が一番可愛いんですよそれに気づけてないあなたたちはまだまだだね <laughs> <laughs> わさフちゃん困るたんもしやって。<laughs> よろしいうちの可愛いポコさんをもう一度見せてやる寝たよ、はあ、お眠だねお眠だね可愛い,いなのね かわいすぎるどうしよういつもこんなんやねんさっきここで寝ててんけどさかわいいめっちゃくっついてくんねんポコさん私が寝返り売ってもおるねんか踏みつぶされるんちゃうかってとこで寝てるポコさん待ちかんでる <laughs> あんさんギフトありがとうございますゆめゆめさんもギフトありがとうございます眠そうやろ かわいいかわいいかわいすぎるなんか顔がこんななってるかわいいねポコさんかわいい上司とバトンってあにおもろ上司とバトンってた <laughs> 何のお仕事どういうお仕事ーパーライダーさんに2人ありがとうございますポコ アンジュさんが一番可愛いよハチキハチキだよハチキ,ハチキプラスカッコアンジュさんやから <laughs> アンジュさんはカッコやからカッコアンジュさんからこんな可愛い子に唐揚げとか言うなんて唐揚げでしょうね可愛い,いねちょっと今日はあの白っぽい唐揚げ可愛い,いうちの子食べ頃です可愛い,いですね えー、急に立つやん車の音がしたみたいですね尻尾フリフリで書いてた八期生に桜田を含まれますかいいよ含んであげよう含んであげようじゃないか桜田も八期だよ <laughs> アンジュさんの配信見てたらここ画面に食いつく <laughs> おもろい八期おしだからみよちゃんもサクってもしてますやったーやっぱり八期おしとか見る目ありますね <laughs> <laughs> 上田和樹さんに2人ありがとうございます命おもろいでな分かるわ命おもろいでなほんまに <laughs> ビジネス仲直りしててよかった <laughs> ええー、恋人に n m b 布教されてます応援してますやってやったーありがとうございます恋人に。 いいねいいねメーカー営業うーん <coughs> 喉がだってちゃんさんギフトありがとうございますもうさ最近さ喋ってる時にさ喉がさやばくてさやめてほしいメーカー I. T. 系なん。マーケティング、マ,マーケティング。名 <laughs> 前桜のさ、寝る。やばい、水で流そう。さくちゃん楽しい。さすが。さすがっすね。こんばんは、ゴム初めて聞いた、それ。わごま初めて聞いた。ええー、モラ作ってたら、なんでお前か。うん。高井手さんにぎふたれ。 横顔の表情がいいやった横顔も好きじゃない私なおとさんに2人ありがとうございますあと1か月で初めて初めましてできると思ったらすあそまで朝も起きれないだとよく寝ていいじゃないか <laughs> よく寝ていいじゃないかえー、何なんそういうことねいいやんいいやん目が 私はどんなお仕事にするんでしょう田のぶちゃんさんに二人ありがとうございますホってるテってるルってるホってるテルなんか地面掘ってはるカリカリカリってしてる <laughs> カリカリってしてるかわいいクマさんとかのさとこにさお友達連れてさ喋りにくねんけどさ喉がねやばすぎてなんかもう声が 変です健康診断行ったら存在が4本増えてたおもろい存在が増えてたらいいやん存在感増していいやんはじめましてできるかわからんけど申し込んだしやったー支払いましたやって <laughs> ありがとうああ IT ではないのねあなるほどねお宝の予感いいああポコさんなるほどね 来るのかなるほど他面の握手会行くの今回だけあ今回だけは,だけはいいよいいよ楽しいって言ってくれてるしねいいよいいよ暴飲暴飲暴食やめてやせたまあ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 私と、まあ、やったよ数学全然できひんかったよ戻しよう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  うんあられちゃうもんひらがないいやんひらがなかわいいよなテスト「夢2九8期でお出かけしてえあれな,えなこれだけで覚えてんのすごないまだ覚えてんの、ね、あれ。 あのなんか学校の校舎のとこ歩いててんよ階段とか,なんか階段がめっちゃ螺旋階段なんててでいつもの場所行ったらクマさんがなぜかあの廊下の端っこに机と椅子だけを持ってきて <laughs> なんかやってたんですよ提出物の整理かななんかしててんけど何調べようあっそれ聞こえたんで ピエンできたからピエンで返そう。 で熊さんが端っこにな、ってんよ。で端っこで何かやってたから8キと歩いてたら「くまさん」みたいな感じでみんないくからみ、うんなわってついててんよ黒島。で私はくまさんがこう椅子に向かってるところに私はこっち向きに立っててんでしゃべってた。 咲く花で桜って読むの可愛い。やったー。桜って読みます。ちょうど。横顔も、上がも下顔も可愛い。おもろい。おもろい。上と下は誰でも可愛くならんやろ。誰でも可愛くならんやろ。さすがに。あ、桜です。変なこと教えないでください。咲く花とか言わないでください。 横があんま好きじゃない好きじゃないけど前よりはマシになってるお姉さんもうん花は入ってない花って漢字は直接は入ってないけど花に関する名前ではある妄想おもろいつむじも可愛いです おもろい。<laughs> あ、結局さくらです。そう、結局さくらです。咲く花で変換してる。めっちゃ花って感じする。あれ、あの。あ新しく学校に来た先生がおんねんけどさ。その人にも言われた。めっちゃ桜って感じの顔してるなって,って言われて,て。<laughs> ありがとうございますって言って。<laughs> おもろ。あ、そう、七月、七月じゃ、四月七日は。 でも、めっちゃ咲いてたらしい。咲いてたから、それにしたらしい。遅咲きの桜ってことだよ。は <laughs> は下向き、斜め45度。これ <laughs>。これが可愛いな。うん、ありがとうございます。大輝晩成ってことですよ。はははは。大輝晩成歌ってことですよ、広島は。<laughs> で、えー、っとね、熊さん先生曰く、広島は あのなんか <laughs> その場所にいるだけであの笑い笑顔が生まれるような人だと申し合っていましたよ <laughs> 何を根拠にそんなこと言ってあるんですかねえ思います皆さん黒マっていたらそんな笑顔が笑顔が生まれる人ですか大樹 <laughs> ませよ自分からあんまり言わないまあ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 、まあ いいよいいよ。自信を持つためには言う方がいいよね。あ、うん、入ったら確かに。なんか見られる仕事してる人ってどんどん綺麗になっていくかな。斜め下から見ても可愛い可かわいないやろ。かわいないやろ,いいやろ。さっきその斜め下から見た動画、動画じゃん写真出てきたけど、なんかちょっとひどかったで。笑ってるそらゃ嬉しいわ。<laughs> おもろ。ほんまに なんかさクマさんがさただ褒め上手やからさあの信用できひんねんな <laughs> なんかね笑うって感じ笑うっていう意味があるんですけど咲くっていう感じにうんーなるほどねその褒めすぎても信用ないウフ <laughs> なんか 褒褒められても褒めらられれててもる感じしやんなんか「ん褒めてる?」ってるってなっちゃうそう褒めるのうますぎてうますぎてってか褒めすぎてるそう笑うっていう感じ読み方じゃなくて意味があるんよ <laughs> 純粋やなおもろいなめっちゃおもろいな <laughs> めっちゃおもろいな素直やな 可愛いああの,さあの笑ううっていいいいいいい意味ががるんですよ可愛いいも言い過ぎない方がいいかな方かやいいねんでいいねんけどみんなに言うねんクマさんは一人とかじゃなくてみんなに言うねんみんなめっちゃ褒めんねんだからもう信用できないっていう一人にめっちゃ言うとかやったら全然いいと思うで「褒め上手ってよく言われますいいやんめっちゃ武器やでいいと思うわ疑心暗鬼や,や平和やなって感じする笑ってたらやったフ <laughs> みんなに言うからさめっちゃくマさん DD やでめっちゃくマさん DD やでひどいよねほんまにほんまにひどいよねえでもあきら先生にも言われたなんか笑ってる方がいいでってこの前のライブも言われた私なんかそんな笑う笑ってる <laughs> そうそういうことですよく笑うって笑うって読むんやへえすげえ 勉強になります笑うって書いとこほんまや天才ああ公平さがないじゃんからさすがや <laughs> 急にちょっとカメとしてくれ違う違う違ういいねんね全然うわヘラヘラしてるやつなんでわざわざやく言い直すんだよなんで笑うそんなあああ,あ あーそんなこと言う冷めるわーあ冷めるわーそんなこと言ったら冷めるわーライブ映画可愛かったやったーあん時めっちゃ笑ってたよな過去一笑ってた気する倒しでも怖いやろそんなことない私は超倒しやからもうズドーンっていくから <laughs> ちょっとつもおしいやからなもうもうおったらパ <laughs> っていくからもうそれしか見えてないから眼中にないもう <laughs> <laughs> やばいからもうそれしかないから見えてないからもう世界がもうここしかないねもう,もうここしか見えてないから RC さんに2人ありがとうございます上田和樹さんも2人でございます花が咲いたような明るい気分ええー、そうなんやっていう意味なんですよ私の名前がが中1にしてできているたくちゃんはすごいねって褒めてくれたできてんのかほんまにっていう うーん疑わしい急にたすけっぽくそんなことないよあははどないせいっちゅうねおもろい <laughs> 確かにえなんかめっちゃな笑顔が笑顔がいいんだよみたいな,なんか笑ってる顔かわいいでたけ昭先生に言われたからもっと笑った方がいいって言って、はああ 初期の公演ぐかったななんかめっちゃすごい不安そう何かふ,ふわふわ,ふわ,ふわみたいな顔してたからふふ <laughs> 褒めて信用しないの韓国的ななるほどね信用しないよだってだってみんなに言ってるもんみんなに言ってるもんいいけど別にいいよ生誕以来あなんかな あのファンの方の思いを受け取って <laughs> ファンの方の方思いいを受け取って私もう成長しないのと感じて <laughs> 表情やばかったよなめっちゃない笑いすぎて逆になんか顔面白かった金子 <laughs> がさ笑いすぎてさ「アンジュさんめっちゃさキラキラ!」みたいな顔してんのにさ一人だけなんかさすっごいなんか変な顔面してた <laughs> おもろい。 <laughs> うさくさいそんなことないよ私はあの生誕祭からファンの皆さんの気持ちを受け取ってすごいなんか大切にしないなと思ったので部屋に全部飾ってそう頑張ろうと思ったんです <laughs> そう先生という立場上ねそうなんですよみんなに公平にしないといけないのっ別に私だけにしてほしいとか思ってるわけじゃないけどね <laughs> もうまあまあ人間だからそらねそんなもんだよ多少は。 なりよ <laughs> そりゃそうだよね<笑>,笑ってる方が確かにいいなとは思った笑ってる顔が好きじゃなかったんそもそもだからあんま笑ってなかったんけど <laughs> 早口早口 <laughs> わざとちょっとわざと今のはそうせたからアップデート ちなみに日々アップデートもクマさんの言葉から取りました。いろいろ教えていただきましたよ、今まで。今までありがとうございました。ありがとうございましたね、クマさん。クマさんもペンギンもありがとうございました。とても勉強になりました。いろんなこと学ばせていただきまして。ありがとうございました。キャノン、キャキングキャメロンさん、ギフトありがとうございます。<laughs> じゃめっちゃあん、あんま好きじゃなかったやん。ほんまに。 好きじゃなかったから。そもそも自分の顔も好きじゃなかったなんで応募したんって感じだけど。<laughs> おもろ、さよなら今日ですわ。食べ立ちます。今私は食べ立ちます。今日は昨日より、え、今日は昨日より、明日は今日より、あ、なんか、なんかそんなんなかったっけ。勉強になりました。ありがとうございました。 なんかなはあ、ここら辺が好きじゃなかった強制したからかな,なんか若干マシになった気する僕たち私たちは旅立ちます <laughs> 旅立ちますわまあでも自立とは依存先を増やすことらしいのでいっぱい依存しようと思います <laughs> ななんか,かあんまり好きじゃなかった 笑ってた方がいいってめっちゃ言われるようになった「ちよしの力持ちさんギフトありがとうございます」から笑うけど逆に笑いすぎてヘラヘラしてるって言われることが増えましたそんなことないよマラソンのボランティアああ <laughs> いつかアンジュさんと走りたいないつかいつかいつかアンジュさんと走りたいないつかいつかアンジュさんと同じフルマラソン出たいな そんな絶対私走られへんけどしかもアンジュさん早いから絶対ついて行かれへんけど同じ、同じ日に走りたいな <laughs> 果実さんに二人でございますえー、衣装図鑑もう売り切れたんやばアンジュさんに何回も予想するだいや、いつか、いつかよ、いつかいつかよ、いつか、いつか、いつかだからねいつかだから、いつかだから 変態になるかやばいよなやばいよな何でもできるよなやったらできたの次元がやばいもんなほんまに <laughs> 多分なアンチさん意識するしすぎて気づかれして途中でバテそうそしたらもう走られなんくなりそういや <laughs> では勝手に申し込むか走れるようになったらじゃあ勝手に申し込むわ 勝手に走って黒島乾燥しましたってちょっとあのトロフィー持って <laughs> おもろいまあそもそも走られへんねんけどな走るとりあえず42キロも走ったらもう無理や無理やわあアンジュさんがオンプしてくれるのアンジュさんがオンプしてくれるのちょっと嫌かも汗かいてる時にオンプされんのちょっと <laughs> 特に愛二さんはちょっと合理的な走り方する <laughs> ええでもお父さん毎年当たってんですごないフフフって生きて走る確かにそうしよるかな <laughs> なるほど自転車で並走ええー そうなんやあ年齢制限あるんかなるほどなるほどお水渡していいんかな勝手に勝手に行っていいんかなアンジュさんお父さん応援してるふりしてお父さんお父さん <laughs> お父さん応援してってる <laughs> お父さん応援するふりしてアンジュさんを応援しに行きますよ <laughs> お父さん何分くらい何時間やったっけ見てくるわ なんか結局めっちゃ早なった気する見えへんあれどこやったっけここじゃなかったっけなんか移動したっけこっちかなあ違うわどこにかなってんやろ会社持ってったんかな くいしょどっか行った真鍋 <laughs> さん応援してる人に黒島の存在ほんまに呼ばれるでオリジナルのスポード両方作ってまでしたら <laughs> ちゃんとしたなかった方がいいですフルマラソン分かれへんねんなでもめっちゃなんかアンジュさんまではいかんかもしれんけど早かった気がする去年めっちゃ早かったらしい見てないけど。<laughs> 言ってんけどなんか私何やったっけなリハやったかなリハか何かがあってあのー、終わってからマラソン見に行ったんですよならお父さんのなんなんかもうみ見てて通るの待ってたらもうゴールしてて会えなかったっていう <laughs> おもろい普段から走ってるとお父さん「え追加区もってたやったいっぱい話せる」 1>, え1日にさ2枠ある人はさ2回会うウトとなるほどねあ読どこ以上って言ったどこ以上って言った <laughs> アスリートですかアスリートではないですそんなそんな感じじゃないです太ったチリチリです面白いですよ面白いのか分からんけどうんうん 福島マラソンあめっちゃ喜んでたで、ね、ほんまにほんまにやるのうわ嬉しいわ一緒に走ろうなって言ってめっちゃ喜んでたほんならなこれはなそういうのなあの急に一歩始めたらあかんからちょっとずつちょっとずつやんねあの毎日やるとかじゃなくてあのあの,あのあれやから週に1回とかでもそんな適当にやらんでもいいからとか言ってめっちゃ喋ってた <laughs> 父さん昔の赤字さんかな分かれへんサッカーとかじゃん知らんけど 調理師層にしに喋ってた <laughs> そろそろ終わるか娘と走れたら嬉しいそうなんやあ50メートル走ったら倒れるわもう出勤できひんやん調理師うにしってた1部と4部の間 私は課題でも持っってて行こうかなって思ってるあの一回タブレット持ってった時あるこのこのタブレット持っていったら「学校のん?」て聞かれて8期に「弥生ちゃんとかやったかな?」聞かれて「うん私物」って言って「私物なんや」って言ってしゃべった「ちゃんとちゃんと課題持っていきます」「数学か国語にしようかな」と思ってるそれぐらいしか分からんねん国語とか 国語もだいぶ進んでんねんな国語か数学持っていって勉強するのとと SNS のなんかいろいろやるのがあったらっていうのもあるけどそれよりは先に課題かなか飽きたら本読むかだから国語と数学持っていって両方飽きたらあの本読んでで本もそろそろ飽きたなって思ったら飽きる本飽きるってなかなかないけど霧のいいとこまで読んだら まあ、SNS の更新とかにするかなヨッシーさんギフトありがとうございますそう本読むの好きやねんから飽きひんけど、まあ、絶対やらなあかん SNS の更新を一番最初にやって課題やってで本かなって感じ国語得意じゃないよー国語得意じゃないそんなジャンルが好きなんうーん 普通に小説。漫画とかあんま好きじゃない。SF とかでもないやつが好き。何やろうなるほなマッサンさんギフトありがとうございます。あとね。うん。自己啓発か、推理系か、恋愛ものか。の3つかな。サスペンスはあんまり読んだことないな。一緒に読む待ってるから。ああ 配信配信はやっていいんかななんか向こうでなあかん気するねんななんか配信向こうでやってるの見たことないかもラノベは読みますかラノベって何よく読む作家さんは辻村充月さんとかかなかあの小学校の時によ読んでたのは山田裕介さん ギフトありがとうございますでもなんかもういろいろ読んでる今は今一番好きなのは「夢を叶えるぞ」ライトノベルあーなんかなんか一回調べたことありそうな気するな。 SF はホラーミステリー恋愛などの要素軽い時代でわかりやすく書いた娯楽小説<ー> SF ミステリーファンタジーはあんま読まんかもで恋愛ものって言ってもなんか少女漫画みたいなやつはあんま好きじゃない少女漫画「ケルルン」みたいなやつはあんまり好きじゃないかな ライトノベルはあんま読まんかもしれんなえ、いやでも分かれへんそういう気も読んでるかもそういう気もあるし普通に啓発もあるものによる気になったやつあのメモに全部入れてるからさで携帯しかメモ見られへんねんタブレットとなんか同期してなくてメモだけ。 歴史も,のも読まんなあ,あんま好きじゃないなイマジネーションが広がるからそうそうそうえなんかなんか分からんあんまりななんかキュルルンキュルルンみたいな,なんか食パンを加えて走るみたいなそういう気はあんまり好きじゃないかも漫画がなあそもそもあんまり読まんねんな,なんか超青春みたいなやつは <laughs> あんまり好きじゃないなんかドロドロしたやつが好き ドドロドロしたって言ってもなんか三角関係みたいなそういうやつじゃなくてなんていうのなんかなんかうまくいかないやつが好き <laughs> 食パンが食わえたはしろやばいもうやばいやろ食パン食わえんのやばいやばいやばい サクパン加わえんのやめっちゃおもろいやんちょっとその本を読んでみたいかもしれんめっちゃおもろいやんめっちゃいいやん短編集とか読んだことないなでも読もうとは思ってる漫画読まねえなサクパンマンおもろい

タントさん、モふたりありがとうございます。なんか笑顔浮かぶ。<laughs> それいけ作パンマン <laughs>。めっちゃおもろいや。やってほしいねんけど、マエネさんとかやってくれんかな。それいけ作パンマン <laughs> め。めっちゃおもろいやん。めっちゃ。めっちゃおもろいやん。え、著作権があかんかな。 めっちゃおもろいなめっちゃおもろいわ <laughs> 企画通りそうやでなサクパンチ <laughs> めっちゃおもろいめっちゃいいやんおもろ権利 <laughs> 的にちょっとあれそうやけどな赤いよな多分アッスーさんに2人ありがとうございますはは <laughs> おもろえー、全身オッケー。私も一応いけんで全身イツはな休憩はいける なんか切るとかメイク変なんとか特殊メイクとか全然いいねんただ変な一発芸してくださいとかはちょっと無理 <laughs> 新しい衣装よ <laughs> 作ってあげる私があ <laughs> ミニドラおもろいミニドラマやったおもろいミニドラやと思った,、ま、たミニドラマやったあ <laughs> おもろいわ <laughs> やりたくないですいや。面白い何か一発芸とかギャグとかそういうのはちょっと嫌やけどなんか変な服着るとかやったら別にいいよ別に着たくはないけどアニメおもろいアニメなぁアニメも見えひんねんな,ぁなんか今日が質悪いそんなことないか <laughs> モモネのカッパえそ、ー、んなことない取り替えた頭廃気野郎廃 <laughs> 気野郎廃気野郎えでも年齢的にさ全身タイツはなさそうじゃない 取れたら消えるえー、そうなんやおもろ <laughs> ケンシロウによろしくでした何それうんそろそろ終わろうかなと思って私はねそうなうんうん啓発 啓発かえでも今度買うんやったらあのあれが欲しいあのー、何だっけなんかねあの欲しい種類があるんですよあの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 ,あの,あの 出てこない。出てこない。啓発じゃなくて。出てこない。出てこなーい。出てこない。海外への思想か。うん。エヴァンゲリオン。<laughs> 違うけどおもろいな。占いじゃないのな 通訳でもない、二時でもない。とね、そういうやつじゃないんだよ。あの、あれ。ええ、出てこない。出てこないよ。館シリーズ。ああ、お父さんがなんか。なんだっけな、映画かなんかで、すめてた気がする、見てないけど。 調べよう,調べようお腹すいた私もお腹すいただから終わろうかなと思ってるえっと幸せになる勇気あ読ん,読んだ読んだ読んだお父さん本好きじゃないで買ってるだけしかもそれ本じゃなくて映画 え、マクドナルドのさマクドナルドのさあのあの,あのえ文字がある方苦手もう,もう本読まれへんやん「精神世界」 違う、マクドナルドの作った作った人って何やったっけ創立者みたいな名前の人何やったっけマクドナルド兄弟の人よえあのー、リンカーンみたいな名前の人おったやんおったやんクロックんたるクロックんたるクロックさん経営者そう経営者や経営者それ,それ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  それ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 、カーネルサンダース、おもろいおもろい。負けんなきや。<laughs> 違うよ、マクドナルド、マクドナルドさんなん。ん違う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 、クロックさんよ、何クロックさんやったっけ、レイクロックさんやったっけ。レイクロックさんがなんかな、マクドナルド兄弟のな。あの、ま。あの、ハンバーガーを食べた時に。なんか感銘を受けて。 クロックさんが「なんかこれをチェーン店化しませんか?」みたいな感じで持ち込んでなんかその兄弟はあんまり持ってなかったけど経営自分がしますって言ったからチェーン化してめっちゃ売れたみたいな聞いたことあるんだけどあれほんま <laughs> あれほんまほんまなんあれほんまなんかな分かれへんねんそれがそれが分かれへんねん そう自営業自営業そのな、ね、経営の本を読んでみたいなと思って書いたいんですだって若いアイドルが経営とかしてたらめっちゃおもろないそれだけで注目買うやんから <laughs> そう悪い人の話なんへえー。 そうハンバーガー屋さん、私はインドネシアから来たあなたのファンです。ありがとうございます。<laughs> モスバーガー、モスバーガー食べたことない。えあるかもしれない、あるかもしれなけど基本マック。経営してみたい。うーん、何のかはあんまり決まってないけど。 あーカーネル・サンダースは5何歳で何か始めたって言ってたよな54とか56とかじゃなかったっけ何かそうそうなんですよ始めたらしいですよね60代だったっけそんなもんやったらしいですよ そろそろ配信終わろうかな。たりまかし、たりまかし、たりまかし。あとペンギンの飼い方とかでいいじゃん。<laughs> ちょっと調べてみる、またけ。じゃ、それ、とりあえず本買ってみようかなと思って。うん、どう、ユーチューバーチャンネルで。そうなんや。 いつもかわいいねえー、ほらちゃんそういう本読んでるそうなんやん黒島は自己啓発とあれが好きですあのー、普通の小説カフェ系あー楽しそうなんかそういうのもいいなと思ってじゃ軽い感じ <laughs> 軽く営業とかどういうことやねんってなるけど、まあ、とりあえず考えてみます 13位が堤さんありがとうございます。12位が町金奉行さんありがとうございます。11位がワンタンメンさんありがとうございます。10位が RC さんありがとうございます。9位がナミゴンさん、ミナゴンさんありがとうございます。8位がマイク・トラウトさんありがとうございます。7位がイ・ユンギョさんありがとうございます。6位が上田和樹さんありがとうございます。5位がポンギンさんありがとうございます。 えと、4位がオレオズさんありがとうございます3位が4008さんありがとうございますー2位がなべちゃんさんありがとうございます1位がどてちゃんさんありがとうございますありがとうございます,います自己啓発好きならエヴァンゲリオさんさるはずおもろ漫画そんな好きじゃないねこのコメント読んだら手振って,てくださいありがとうございました 経営はまた考えときます。<laughs> タイク大会の髪型をハーフツインとツインオーダムで迷ってます。普通のツインかハーフツインか迷ってる。サイドポニーにしかか。サイドポニーくくられへんねんな。まだ長さがさ落ちてくんねんな。しかも高いサイドポニーが可愛くない。 このコメント読んだら挨拶してくださいこんばんはこのコメント読んだらコメントしたあれ挨拶してくださいって言ってる時点でもう読んでもってるけどなありがとうございました来年あたりにリクエストサイドプニーはでもシーン気するなポニーてか厚いおだんご好きよね ツインおだんご好きよねでもなおだんごな,なんか動いてたら取れそうな気もするからしかも割と引っかかるねんから普通のツインかハーフツインかにしようと思ってる迷い中迷い中こんにちは私の名前はリスタですどうもリスタさんこんにちはちょっとまた X にあげるからさ考えてってくれへん次のストールームで話すわ バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。お団子ぴゅんぴゅん出てくるねんな。ババ可愛いけど。わ <laughs> かるよ。私もツイーダンお団子割と似合うタイプやねん。顔の形的に。バイバイ。またやるわ。公園で。